ヘンリー・ジョーンズヘンリー・ジョーンズはイギリスの文筆家。キャベンディッシュの筆名でホイストをはじめとするカードゲームやスポーツについて書いた。また、テニスのルールの確立やウィンブルドン選手権の成立にも大きな働きをした。音声学者のダニエル・ジョーンズはおい。ヘンリー・ジョーンズは医者のヘンリー・リー・ジョーンズの長男としてロンドンに生まれ、はじめは父の職業を継いで、 1852年から16年間開業医として働いたが、後に分泌業に専念した。ホイストのファンであった父の影響でトランプゲームに親しみ、いくつものクラブに所属していた。クラブの一つであるキャベンディッシュの名で1862年にデラルーから出版したホイストの本、ザローズプリンシプルズ・オブ・ホイストは、ホイストの標準的な教科書として20版を超える。 ベストセラーになった。他に、ピケア、エカルテの本も書いた。1868年に、ウィンブルドンで、オールイングランドクローケークラブが創立した時、ヘンリー・ジョーンズはいとこのアイトモア・ジョーンズと共に創立者の一人だった。1875年にジョーンズは、クローケー用のコートの一つを当時発明されたばかりの、ローンテニスのために使用することを提案し、それが採用された。 このクラブでウィンブルドン選手権を行うことが決定されると、当時まちまちだったテニスのルールを統一するため、ジョーンズとジュリアン・マーシャル、CG ・ヒース・コートの3人からなる、省委委員会にルール作成の権限が与えられた。ジョーンズは1877年の第1回ウィンブルドン選手権大会の主審を務めた。ありがとうございます。